圧倒的な存在感、新アバター登場。はい、こんにちは、ライムです。今回はとりあえず新イベントですね、新イベントとあとアバターボードについてのお話をしていきたいと思っております。はい、でね、中身だよね。これが一応これ1週間続いてですね、でアバターはこんな感じで、まああんまり正直あんまりこの見た目で好きな人はいないとは思うんですけど、これどちらかというとまあ男性アバターの方がまあ面白みはあるかなっていう気はするんですけど、うん、でこんな感じの見た目でですね、これ一体これ何のモチーフかさっぱりなんですけど、はい、オリジナルなのかな。で中身はこんな感じになっておりまして、アビプラエンアタック XL3、 これが初登場なのかな。で僕も今まじまじと初めて見ましたけど、であとルクアタ XL2100%、 これがアバターボードに入るのは2回目かですか、2回目ですかね。であとガード XL、 ガード XL なんだ、なんかガード L100% とかでも良かった気がするんだけど、ガード XL なんだね。でところ であと魔石と、まあ、いつも通りミラーだったりとか、ほうき各種入ってるような感じですけど、で、スキルラックが手で、手のカテゴリーでスキルラックプラス6ですね。はい、アビプラエンアタック XL3 入ってるけど 100% じゃない時点でちょっと微妙なんだよね。結局これ使いどころが限られるっていうか、うん、ちょっとね、まあ、出るまで発動するっていうやり方でもいいんだけど、だいぶ面倒だからね、ちょっと使いにくいところはある。で今カイリー X とかね、シオン X に普通にアビリティゲージ回復とかついてるんで、そんなにゲージ困る場面ってない、そうそうないもんね今。なのでよっぽど使う場面が限られてくるとは思うんですけど、はい、だからまあ皆さん的にはね、皆さんというか、まあお目当てはこのルクアテ XL200% の方ですかね。これは、ルクス2で全部もうデッキ埋めちゃってる人はともかくですね、ルクアテ XL200% ってまだそんなに潤沢な数配られてるわけでもないので、僕もね全然デッキに入ってるけど全然足らないんですよね。なので、ここでルクアタ XL200% をゲットするのはね、とてもいいことだと思います。で、今、アバターボードで、ルクス2が入ってないところを見ると、まあ、当然ちゃ当然なんですけど、この速さで、まさか、ルクス2がアバターボードに入ってきたら、暴動が起きますよ。マジで。なので、まあ、これ当たり前なんですけど、とりあえずルクアタ XL2 が、まあ、ボードに入っていると。なあ、ルクス2に関してはね、次入るとしたら本当、前の解説動画とかでも言ったと思うんですけど、相当後になると思うんだよね。少なく、見積もっても。今月の、コロシアム報酬が、ルクスエンアタック XL3 だということも考えても、その後にルクアタ XL3100% が来るはずですからね。ルクス2の前に、おそらく。多分ね。来ると思うんで、それ考えると、それがアバターボードに入るのも結構先だと思うんですよ。早くても来月末とか、再来月、3月ぐらいになってくると思うんで、それ考えるとだいぶ遅い。で、ルクス2、まあだから早くても4月とか5月ぐらいなんじゃないかなっていう気がするので、はい。まあ少なくともそれまではね、ルクアタ XL2 が100%がメインになってくるとは思うので、ここでゲットするのはまあいいかなと。魔石とかも入ってるんで、ただこれがね各2500ジュエルかな使うので、まあ気をつけたいところですね。でもう月末が見えてきたんで、新たな EX メダルも出ると思うんですよ。これが月曜日までなってますけど、水曜日火水だっけ、1月って何日まであんの月末に EX メダル来ると思うんで、もしく、そうだね、日にち的に多分ね、31日か2月の1日どっちからだね、どっちかが、新たな EX メダル出ると思うんで、その辺とね、皆さん、手持ちのジュエルとよく相談して、
まあ、買ってみるといいと思います。はい。っていうアバターボードと、あとこれね、これ先日から来てましたけど、これ土曜日から来てました。今日までだね、これ。ウサスター復刻、スピリットパーツボックス。うん、スピリットのまあそのまんまだね。パーツガチャっていうか、はい。復刻だね、要するに。まあこれ前も言ったと思うんですけど、これ本当にあのペットパーツについては特殊な効果とか一切付随してないので、あの本当にこの見た目ウサギが可愛いなって思う人だったら別にまあお好きにどうぞっていう感じですかね。まあね、まあメンズはまあ全然これ回す人はいないだろうけど、これ本当女性向けかな、どちらかといえば。まあ男の人はもちろん回してる人はいるんだろうけど、僕はね、うん、全然マスキが、これなんだっけ、前なんか一回やったんだよね。試しにじゃあやってみようかっつって、なんだっけ、あの、豚のペットの時に、一回ちょっとやってみようかっつって。で、ね、あの、確か胴体あたりが出て、現実はこれですよっていう、ね、下りをやったような記憶があるんだけど。まあ、本当にね、これ、まあ、一番大事なのって多分頭だと思うんですよ。頭が、結局頭で印象が一番あの変わってくると思うんで、頭の部分なんですよ。で、確率見ると、頭の確率ってこれ、まあ、キノコ帽子まで入れて 4つか。4つで、で、パーツが全部で何個あるんだ、これ。パーツが何個あるんだろう、これ。いっぱい ?5。16か。16個あるので、16分の1っていうと4分の1か。頭が出る確率4分の1なわけね。いや、出ないでしょ、これ。怖いね、それにしても。4分の1だとしても、まあ出ない、25%。そのうちにね、これ、あの、尻尾だったり。え?待って、これよくよく見たら耳と頭で分かれてんの?耳と頭で分かれてるんだ、これ。きつ。マジか。マジか。頭だけ当たっても謎の耳になっちゃったりするってことか、これ。きつー。はい。みたいなことがあるので、まあ、僕は回しません。ってところとですね、最後かな。今週はあまりイベント入ってないね。ユニオンクロス。マルチでルクスが大量っていうやつかな。まあでもそんなに、なんか聞いた話だとそこまでルクスもらえないらしいですけど、まあ豪華報酬種でもないので、まあ皆さん、クロスボード、埋めるために、まあしっかりやっていきましょうというところですね。まあボナ隊にちょっとやるだけで多分溜まる量だと思うので、いつもの感じからすると、すぐ終わるでしょう。やる気になれば。はい。といったところですかね。ああ今回本当になんかイベント少なこんなもんか、こんなもんか。このハイスクアメダルの話もしたもんね。はい、といったところで、今回特に語る内容そこまで多くなかったですけど、ってそういえばそうだ、忘れてた、あれ。そう、今日昼間に思い出したんですけど、まだね、あのマンスリーマセキクエスト、これマンスリーマセキクエストをですねやってなかったことに気づいたんですよ。あと9日、もう下旬ですけどこれ本来なら初旬のうちにやっておくべきだったんだけど、上旬のうちにやっておくべきだったんだけど失敗しましたね。やってなかったんですよ、これ。なのでこちらの動画はまあ早いうちにできれば明日明後日あたりに撮ってアップしたいと思いますので、まあでもここでもなんかね全然マンスリーマセキクエストで苦戦してるって人の話を聞いてないんだよね。聞かないので、全然タイムラインとかでも見ないので、みんな余裕でクリアしちゃってんのかな、苦戦してる人いないのかなっていう感じがしますけど、一応こちらももしかしたら困ってる方もいるかもしれないので、ちょっとやっていきたいかなとは思いますけど、はい、そんな感じですね。今回の動画ちょっと短めで内容があるのかないのかって感じですけど、こんなところで終わりたいと思います。
それではご視聴ありがとうございました。